ドンチャリユースということで、今回なんですけど、毎日コーディネート紹介72日目ということで、今日こんな感じの格好でございます。はい、今日はね、全体的に結構都会っぽさがありつつも、まあこれからね、寒い秋冬がやってくるってことで、全体的にちょっとウェイト感のあるね、スタイリングな気がするんですけど、めちゃくちゃ良くないですか？はい、こんな感じで。まあとりあえずね、着てるアイテムの紹介からすると、まず、アウターのこのレザーとファーのドッキングのジャケットなんですけど、これがアーネストの23年秋冬のアイテムです。はい、こういう感じ。結構ね、スタイリッシュで、スタイリッシュなんですけど、このファーのデザイン性もあってね、結構男らしさもありつつ、インポートらしさがすごい出てる一着かなと思います。で、インナーのこのロンティなんですけど、これが大陸の23年秋冬のアイテムです。はい、これね、色合いめちゃくちゃ好みです。まあ今日全体的にね、ダークトーンの中でも唯一ね、色味があるところかなと思うんですけど、ここ自体もね、結構青系とか紫とかで、割とね、ダーク寄りな感じなんで、まあ色は入ってるんですけど、そんなね、浮くこともなく馴染んでるんじゃないかなと思います。で、このパンツなんですけど、これがネバーフォーゲットの23年秋冬のアイテムです。はい、これもね、色合いめちゃくちゃ気に入っててね、すごいヴィンテージライクなフェード感のあるデニム。なおかつ立体裁断なんで、まあこのシームがね、ツイストがかってるっていうところのデザイン性もあってね、めちゃくちゃ気に入ってます。で、足元なんですけど、これがカンペールラボの、これも一応今シーズンのアイテムかな。ちょっとね、こないだ旅行先でね、なんかカニを見つけて、カニを追っかけたらね、だいぶ汚れちゃったんですけど、まあ一応カンペールラボの靴です。で、あとアクセサリーなんですけど、今日ネックレスはね、あえてしてなくて、結構ね、なんか全体的に大人っぽくしたかったんで、ちょっとシンプルめな感じでネックレスはせず、指周りが、まあマルジェラと自分で作ったやつちょっとずれちゃってたんですけど、とブレスレットも自分で作ったこのバイカラーのブレスレットって感じだったんですけど、どうでしょうか？めちゃくちゃ全体的に良くないですか？このね、田舎の長野県にはあんまりいなさそうな感じもありつつ、なんかイメージとしてね、僕最近スターバックスにね、よく行くんですけど、この辺でね、この田舎で唯一こうおしゃれが許される場所的なね、なんか感じもしつつ、まあスタバやっぱね、おしゃれしていかないとなみたいなところで、結構ね、スターバックスに最近、行って仕事とかしたりするんですけど、今日もね、この後行く予定で、まあイメージとしては、こうパッと見は結構ね、カチッとした感じもするんですけど、これを脱いだ時こんな感じでね、だいぶゆるっとロンティーの感じになるっていう、まあアウター着てると着てない時の、まあこのギャップというかね、をちょっとね、まあスターバックスの中でアウター脱ぐんで、なんかちょっと演出したくて、こんな感じのスタイリングにしたんですけど、めちゃくちゃいい感じです。ということでね、参考になるか分かりませんが、参考にしたい方はね、参考にしていただければなと思いますし、僕はこの後スターバックスに行きたいと思います。また